本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズ、年に一度の祭典レッスルマリンピアード91、これからですねたっぷりとお楽しみいただきたいと思いますけども、解説はですね週刊プロレス編集次長の志倉清則さんです。志倉さんよろしくお願いします。実況寺内半兵衛でお送りします。志倉さん、はい、まず年に一度、今年もですねこの季節、去年と違います。今年はあの横浜から川崎に舞台を移しまして、はいはい、今回のですねラインナップもすごい、と一号に尽きるんですけども、なんといっても志倉さんメインイベントの金網デスマッチ、まあ、怪物が3人揃ったという感じですね。はい、ブル中のモンスターリッパー対アジャコング、バイソン、木村なんですけども、バイソンはちょっと怪獣には入れたくないんですけど、はい、でもすごい顔ぶれですよね。どうなるか全く予想がつかないんですけども、試合のポイントを志倉さんから見ましてどういったところを見てるでしょうかね。まあ、ブルとあのモンスターはこれ、まあ、越境タッグというか初めてのタッグですよね、はい、だから本当に何がどうなるかわからない。あ、なるほど、ブルとモンスターリッパーのコンビ、そうですか。そしてセミファイナルには北斗トヨタ対山田井上というこれも注目すべき旬のレスラー4人が揃いましたけども、これはあの要するに全日本女子の生命というか魅力は、はい、あの動きなんですよね。そういう面で最も動ける4人が勢揃いしたと、なるほど。これはもうこれに期待できなかったら何も期待できないんじゃないかというぐらいのカードだと思います。はい、はい、これも名勝負が期待できますね。あ、もう大丈夫でしょう。はい、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第3試合は全日本選手権試合です。まずはチャンピオンの井上貴子選手ですとね、もう歌にビデオに大活躍ですけれども、試合の方もねしっかりとさらっと勝ってほしいなと思うんですけれども、はい、あのちょっと関節技で攻められることはよく分かってるんですけど、関節弱いんで絶対にそれでギブアップしないように気をつけて慎重にいきたいと思います。積極的な攻めという面ではどうですか。積極的にいきます。いきますか。はい、絶対勝ちます。はい、ガンガンいってください。はい、そしてチャレンジャーのデビーマレンコです。全日本のタイトルは初めてということですけれども、それに対する意気込みをお聞かせください。 Yeah, it's my first time challenging for this title. I've gone against Takako before. She's a good wrestler, but you know, today we're going to go out there, give 110% and may the best woman win. はい、ね、いい試合本当にお願いします。第3試合全日本選手権試合30分一本勝負を行います。アコーデイチャレンジャーデビー・マレンコ選手の入場です。さあ続いて注目の全日本選手権30分一本勝負、チャンピオン井上貴子対チャレンジャーデビー・マレンコの一戦。まずはデビー・マレンコ、颯爽とピンクのコスチュームが似合ってますね、リングに登場です。赤コーナーチャンピオン井上貴子選手の入場です。さあ続いてチャンピオン井上貴子、3度目の防衛戦をこの川崎体育館で防衛なるかという注目の一戦。さあリングに入場です。志倉さん、はい、井上貴子、またまた先ほどと同じようにですね、今日 11.21 CD 奇跡の扉発売ですからね。そうですね、はい、チャンピオン145番の井上貴子。これは珍しいアクションというか、なかなか見ない光景でしたね。今自信たっぷりのなんか、私はチャンピオンだぞという工事してましたね、ベルト。そうですね、はい、びっくりしましたね、井上貴子がこういうポーズを見せるとは。志賀さん、この一戦チャレンジャーデビー・マレンコなんですけども、どうでしょうかね、井上貴子。出せますか、ね、カードもそうなんですが、はい、あのデビーが、ね、全日本選手権に挑戦すると、はい、でまあ、外人が結構タイトルマッチ出たり、はい、実際にタイトルを取ったりしたことは決して珍しくないというか、最近でもあのエステル・シンティアのモレノシスターズとかね、はい、例はあるんですけど、はい、もう全日本選手権に外人が挑戦するっていうのはちょっと珍しいんですよね。そうですね、でそういう面で全日本選手権っていうのは、まあ、いわばなんか日本のタイトルっていうか、ナショナルですからね、純然たる日本のタイトルっていう感じがするじゃないですか。デビー・マレンコも、
まあ、日本人と言いましょうか。そうですね、本当に日本側の日本人の一員として答えてる街に出たというか、そういうニュアンスを感じるんですよね。そう見ていいですよね、はい、さあゴング鳴りました。今までのタイトル挑戦とはちょっとあの雰囲気が違うっていうか、そんな風に取れますね。はい、3度目の防衛戦を迎えたチャンピオン井上拓哉、デビーマリンコチャレンジャーですけども、しかし井上貴子はますます縦を乗るように似てきましたね。なるほど、ちょっと顔見ないと一瞬分かんないな、あの体つきといい髪型といいね。あ、そうですね。これはでもこのコメント聞いたら井上貴子選手喜ぶんじゃないですか。どうでしょうねどうでしょうかね。尊敬してる縦の選手に、ね、似てきたというのは、あんまりでも2世2世と言われるのもあんまり気分のいいものじゃないのかもしれないけど、そうですね。さあヘッドロック捉えたデビーをロープ振って逆にタックルで返したマレンコ。さあロープワークが続いて、おっと腕を決めて、おーアームホイップですね。あ、これは素晴らしいね。はい、井上拓哉、そして左腕を黄色ロック。鹿さん、今時珍しい。これは昔思い出しますね、日本プロレス時代の。珍しいですね、大木金太郎思い出しちゃいますね、皆さん知ってるでしょうかね。最近のファンの方知らないでしょうね。ローリングとかしてほしいですけどね。あ、デビー持ち上げようとしてますよ。さあデビーマレンコ、あっと、これ持ち上げるなんて、これもあ、でも、ね、でもこの精神を変えます ね、デビーの。あれ持ち上げるのはもうちょっと結構コツっていうか容量があるみたいな、ね、力じゃないんですね、あれは。いや、もちろん力もある必要なんですけど、僕は容量もあるんで、それはちょっと力だけでいこうとしたんで失敗しましたね。なるほど、コツがあるんですね。もちろんうまく相手をこう丸めてっていうか、それが必要だと思いますね。はい、あと場外を落としたと思っていた井上拓哉、逆にデビューは素早く戻って、あー、これはちょっと隙があったチャンピオン井上拓哉ですね。あっと左膝からキックを見まがる、逆にあっと裏アキレス腱。この辺りはデビューならではですね。さすがマレンコ道場でですね、いろはをね教わった。もう体中染み込んでますからね、鹿さん。中に入るタイミングが素晴らしいんですよね。はい、もう皆さんもですねご承知だと思うんですけども、サブミッション関節技、そしてスープレックスをですね、もうプロレスデビューからいろはを覚えたこのデビーマレンコ。マレンコというのはプロレスなんです、鹿さん。当然もう有名ですね。そうですね、ただまあでもサブミッションをねかけるだけだったら、はい、まあ、誰でもある程度できるという感じなんだけど、入る時のタイミングが素晴らしいんですよ。なるほど、そこはやっぱりさすがマレンコ道場で鍛えてるなっていうのを感じるのは、そういうところだと思うんですよね。なるほど、これはですね、先ほどの突きがちょっと井上拓哉響いてるようですね。あ、また足を捉えてデビーが何を行くんでしょうか。右足、鹿さん、井上選手もですね、はい、もう以前からサポーターがですねぐるぐる巻きに膝からももにかかってますんでね、外せないですね、あれがね、まあ、レスラーの職業病といいますか、膝というのはもうどのレスラーも隠しながらですねレスラー生活続けてると思うんですけども、特にこの井上拓哉選手はサポーターの、まあ、量といいますか、なんかちょっと目立ちますね、あんまりいいことじゃないというかね、かつて、はい、縦の乗り用は、はい、サポーターをしないことで有名、いや有名って大変だけども、はい、サポーターをしないレスラーだったんですね。だ、両膝が非常にすっきりしているというかね。なるほど、それ逆に言えば私はこれだけ丈夫なんだよっていう、そういう自己アピールと、アピールになりますね。から、はい、本当はない方がいいんですよね、はい、ボディースラムからデビーが抱え上げて、あっとなんかサイドスープレックスでちょっとツームストーンパイドライバー気味ですね、カウント2ですけども、サイドツームストーンパイドライバーとでも言いましょうか。そしてロープへって逆にフランクロスアタックで返したチャンピオン井上、なおもロープへ振って2発目です。パチンと胸板のいい音がしましたけども、カバーの体勢はカウント2。吉川さん、はい、足攻撃が響いたんでしょうかね。2発目ちょっと力なかったですね。ちょっと体が大きくなってきましたね、井上拓哉は。まあ後で聞いてみたいですけど。そうですね、さあこれはフェ、
チンロック気味ですか、フェイスロックです ね、 そうですね、はい、そしてグランドですけども、ボディシザーズ複合技ですけども、じゃ大きくなってきたといえば、はい、あのこのデビルマレンコも、はい、あの、はい、最初来た頃はね、非常に外人にしては線が細いという印象が強かったんですけど、はい、もういつの間にか非常にたくましい印象の方が強いんですよね。なるほど、あの不安、そしてマスコミ各球種のですね評価も、志倉さん、デビルマレンコ高いですから、ね、あの先日ですね、はい、タグマッチだったんですけど、はい、富山大会、はい、あのイベント出まして、あの、まあ、うちの週刊プロレスで見ました、から2ページ載せたんですよ ね、 ね、そうしましたら本人ものすごく喜んでまして、そうですか、要するに今までいろいろ乗ったことはあるけども、こういう形で試合に乗ったのは初めてだと。あ、そうですか。こういうふうにあの大きくね、あ、大きく取り上げられたのは初めてだと。なるほど。やっぱりレスラーは試合で評価されるのは一番嬉しいものなんですと。はあ、これ当たり前なんですけど、そういう点ですごく喜んでたんで、あ、まあ、やった甲斐があったかなという感じで。志倉さん、そういえばあの富山のカードはブル北斗対デビートヨタという、そうです、そうです、注目すべきタッグマッチですね。フレッシュなカードでしたね、なんかデビーのやっぱり生き生きとした表情が印象的だったんですけどね、今までまあいろいろね、あの、はい、特写とか、はい、そういうスナップで乗ったことは多かったんですけど、はい、こういう試合で高評価されたというんで、やはり本人非常に喜んだと。なるほど。逆にばっかり本人それだけレスラーとしてのやっぱり、まあ、当たり前ですけど自覚というか意識がね、あ、なるほど、すごく強いということを感じて、こっちまで嬉しくなったんですね。なるほど、試合の評価を正当に評価されたということが、それをまた、うん、本人は感じているということで、すごく僕もこちらも嬉しかったというか、いいですね、いい話ですけどもね、デビマレンコ。まあでももうタイトル取ってもいいぐらいのところに来てますよ、ね、さあ逆に右足を井上忠子はアキレス腱固めで逆襲に出ましたけども、それこそね、全日本 どころかっていうかにとどまらないで、例えば 3WA タッグとかね、いいパートナーに生まれれば、あの、挑戦させたいなっていう気もしますね。そうですね、おっと逆に足を返してデビーが、なんか鹿さん、グランドサソリ固めのような、そうですね、まあ、とにかく井上貴子痛めてますからね、デビーの両足がですね、うん、井上貴子の、足をですね復帰してまして、逆に、あ、今度これは正常なアキレス腱固めで、ちょっとこれちゃんと井上、これ鹿さん、これやっぱデビーの作戦は足ですかね、やっぱそうなるでしょうね、はい、井上がね、あの、もう太ったというかパワーアップしたというか非常に大きくなった印象があるんですね。なるほど、おっとこれは STF を繰り出したデビーマレンコチャレンジャー、その分ちょっとね動きが悪くなったかなという気もしてるんですよ、ここまでの展開ですか、だからまあパワーで勝負するならいいんですけどね、はい、これ難しいところですね、体重を増やした分スピードが鈍る、そうなんですよね、はい、まあ、一発一発その代わり技の破壊力っていうかね、はい、重みがつくわけだけど、その辺をどっちに重視するかっていうかね、そうですね、あのファイトスタイルとウェイトコントロールという面で、これも背中合わせですか、志倉さん、そうですね、はい、これ非常にちょっと今のところ中途半端という感じがしますけど、ちょっと動きが悪いという感じでしょうか、ちょっとそのですね、志倉さんが指摘したようにファンの皆さんはどういう意見があるかと思うんですけども、私もちょっとですね動きが体重が増えた分ちょっと重くなったなという感じしますね、逆にデビーの動きがいいというのも石川さん見逃せないと思うんですけども、そうですね、それもあるでしょうね、はい、あーちょっとリング外からリング内にカムバックしましたけども、左膝、あーこれビッコと言いますかね、引いてますんで、あーやはりこれはデビーはもう足攻めですね、石川さん、やはり痛めた箇所を徹底的に攻める、これはもうプロレスのですね鉄則ですけども、あ、逆エビ固め、これリング中央です、特に足や腕を攻めるのはもうデビーにとってはお手のものっていうかね、もう練習でもですね熟知した、そういう関節を攻めるのはもう本当に得意とするところですからね、はい、得意な膝田のレパートリーを繰り出すデビーマレンコのグランド、そして足地獄攻めですけども、あ、またしてもこれはそうか、ヒールホールドのような感じですね、そうですね、ヒールホールドですね、はい、裏切りつけみたいな、まだ足首をひねってませんね、
ヒールホールドを繰り出して、ああまたアキレス。だから鹿さん、どんな技でも最終的にアキレス腱固めに移行できるわけですよね。そうですね、ここがデイビーの作戦勝ちと言いましょうかね。頭脳パッパッと切り替えられるでしょう。そしてアーロープを振る、それを井上拓返してアームホイップ。ああちょっとですね、顔面も苦痛に歪んでますけども、さあデビューを飛ばして2発。あ、そういえば井上貴子は今度 CD について、はい、ビデオも出るんですよ。もうそういう面でもやっぱりちょっとここで、私フラッシュかなんかで見ましたね。あ、そうですか、はい、かなりセクシーな部分も、あると含まれてという、これも魅力の一つですね。しくらさん、一層のちょっと雰囲気をね、リング上でも奮起してほしいところですけど。そうですね。あ、今のアームホイップでお客さんがですね、歓声、あれは当然井上拓ファンですけどもね、あっという間に足音の字がために逆転出たデビーマレコですけども、あ、反撃もあっという間に返された井上拓。これはちょっとですね、足攻めが響いてますね。ダメージが心配ですけども、あ、デビーのパンチ2発からバックへ回って、あ、デビーのバックドロップ炸裂しました。カバーの体勢入った、カウント2です。皆さん、ここまでは圧倒的にデビーの優勢ですね。いいバックドロップですね。はい、あ、2発目を逆に体を預けたけども、これもカウント2。さあここで井上が逆襲に出たいとこだが、パンチを返して2発目も返して、あ、エルボーパッドを浴びてしまった。カバーの体勢カウント2。塚さん、はい、やっぱり今のですね、まあ、パンチ気味のラリアートなんですけども、きっちりと読まれてますよね。そうですね、まあ、デビーの動きも非常にいいというか、はい、いい動きですね、はい、あ、これコーナー詰めたけども、あ、キック2発見ますか。あそこでラリアート出すところなんかは相当鍛えられてきましたね。なるほど、珍しいパターンですね、あっとロープ2段目からのドロップキックで井上拓哉カバーの体勢はカウント2。先ほど志賀さんが言ったように、そのラリアート、そして違った戦法を繰り出してきたデビー・マレンコですけども、井上拓哉ボディスラムで最上段、これはそう、あ、フライングニードロップを返したデビーが、あー、すかさずノーザンライト、はい、ノーザンライトシュープレス、これはカウント2。危ない、あー、スリー近かったですね。大ピンチを迎えてしまった井上拓哉、やはりゴングなってから足のこのデビーマレンコの足攻めです、ブロッキー状態です。さあ最後に上がったデビーは、これはもうデビー得意ですね、はい、カウントが入る、これもカウント2。しかさん、やはり以前よりもその得意のエルボーのですね、出すタイミングがいいですね。そうですね、思い切りっぽくなったし、はい、非常にたくましさが感じられますね。たくましさですか、あっとバックに回ってコーナー上がって、あ、高校スペシャル、はい、言うべき、あ、カバー大成、井上拓哉カウント3です。決まりましたか。決まりましたね、高校スペシャル、ね、大逆転ですね。まさに一発必殺というか、はい、ちょっと意外な、オーロラスペシャルからの片指固めで井上拓哉選手、いつもリング上で決めるんですけど、なかなかうまく持ち上がらなくて、はい、決まり方が良くなかったんですよね。なるほど、今回はそういう面ではうまい具合に決めたというか、片指固めでデビー・マレンコを下して全日本選手権3度目のタイトル防衛成功しましたけども、大苦戦の3度目の防衛戦でしたね。志倉さん、そうですね、ちょっと負けても不思議じゃないという展開でしたけど、よく粘ったというかね、はい、粘り強さが印象深いです。はい、デビー大健闘と言っていい試合、今両選手ノーサイド握手を交わしました。ここで上田コミッショナーから認定賞を手渡されますね。デビーにはこれに腐らずにね、はい、またタイトル挑戦のチャンスがあったら頑張ってほしいですね。そうですね、認定賞井上拓哉殿、あなたは川崎市体育館で行われた全日本女子協会認定の全日本選手権試合で
見事勝利を収められましたので、ここに認定しとチャンピオン。